今日は、北区アイノサトにあるスウェーデンハウスの、ルームツアーをやっていきます。はい、やはりこの玄関すっごく使いやすいですね。まずは入って右側の方にシューズクローク&ウォークインクロークがついています。非常に段数もありますし、右側の方に収納するような形でパイプがかけてありますから、例えばコートとかちょっとした除排雪の時に防寒具をかけることもできます。でそしてですね、このまんますぐ行きまして、何もない、そしておトイレがあるような、この幅広い廊下がスウェーデンハウスさんの魅力というふうに言えるんじゃないかなと思います。はい、そしてこのトイレなんですけれども、はい、黄色い壁紙に見えるんですが、よく見ていきますとスヌーピーのキャラクターが随所に散りばめられております。まあ売り主様のご厚意でお荷物が今ない状態となっています。まずスウェーデンハウスの一番の特徴といえるのがこの3層のガラスになります。基本的にはペアガラスといいまして2枚窓が多いんですけれども、3層になっているのが特徴になります。では実際に3層の窓ガラスを回転させてみたいと思います。金具を少し開けますと簡単に回転していきます。そうしますと簡単に室内から窓ガラスを拭くこともできます。実際にチャイルドロックかかっている状態が通常なので、ロックがかかる前に金具のところに指をかけてあげると簡単に外れます。慣れてしまえば簡単だと思います。はい、大きい窓だけなのかなと思うかもしれませんが、この小さい窓でも同じようなことにができます。実際には難しそうに見えるんですけど結構簡単で、隙間を作る、そうしましたらここに指を当てていただいて上げるだけ、これを上げるだけです。上げたらロック外れるんで、あと押し込むだけ、これがロックになってますからこれを上げるだけですね。なのでこれを外したら開かなくなりますから、これ少し戻してあげて上に上げてあげるだけでこう開くという形のものに。お部屋の空気を大至急換気させたいなという時にこういった使い方もありなんじゃないかなというふうに思います。そしてですね、さらに特徴なのがリビングからお庭の方に出れる勝手口っていうのがリビングにはついている一般的になります。このようにこう開けまして外にも出れる、そういった特徴があります。そしてこのダイニングスペース、キッチンとリビングをつなぐ家族の団らんとなる場所です。ここの部分がいいなと思っている場所が、朝日が入っていて南向きというところでお食事をする場所がいつもあるような設計になっています。そしてこちら側の方なんですけども、キッチンの中側にはカップボードがついています。まずこちらの方に、コンセントがたくさんついております。6口ついております。すべて、例えば電子レンジですとかミキサーですとかそういったものも、つけれるようなコンセントがありますので、こちらの方に並べていただければキッチン周りはすっきりとするようなイメージになると思います。で、上部の部分は収納棚がついて
収納に関しましては4段になります。そして少しですね、物はあるんですけれども、水蒸気の上がるようなことを聞いて設置することも可能でございます。でそしてですね、キッチンの部分のパネルに関しましては模様ではなくて本当に陶器タイプになっております。そしてですね、で収納もしっかりとした形でついています。人造大理石トップのキッチンに対して食洗機も内蔵されております。で水圧の方に等に関しましてこういった形で切り替えも可能となっております。また伸びるようになっていまして、これを回していくと浄水器内蔵カートリッジがついておりますので、定期的に交換することで、きれいなお水をいただけるという仕組みになっています。これらが収めることも可能でございます。ではこちらから次に脱衣所の方へ行ってみたいと思います。はい、では脱衣所なんですけれども、脱衣所には窓がついておりまして、明るさがたっぷり入ってきます。そしてこちらに関しましては、北ガスの、エネファーム対応の、エコ浄水になっております。こちらですね、エネファームっていうシールがついています。これ後ほど説明させていただきたいと思います。はい、洗面台に関しましては三面鏡タイプとなっておりまして、この中に物を入れることも可能となっております。そしてですね、こういった形で水をためたり切り替えたりすることも可能でございます。はい、では浴室に関しては、追い焚き機能付きユニットバスとなっておりまして、こちらの方で温度を調整することも可能でございます。はい、スイッチを入れまして風呂自動をしますと、設定されたものでお湯が出るような形になっております。はい、こちらエネファームついております。発電時の発生熱を活用してお湯を作ります。素晴らしいです。なかなかお目にかかれない設備がついています。やっぱりスウェーデンハウスさんのこの階段素敵ですね。幅が約990センチあります。そして階段が上下にしやすいのが特徴です。そして階段の上は開放的な空間となっており、採光が入ってきます。このように明るい階段、なかなか珍しいと思います。では1階へ行ってみましょう。はい、こちら2階のフリースペースとなっております。今現状では主寝室、洋室、そしてこのフリースペースになっています。で設計上ですね、2LDK になるんですけれども、ここに仕切りをつけることによって 3LDK の仕様変更も可能になります。でそして仕切りをつけることによって、お部屋がもし限られたとしても各部屋にパネルがついておりまして、冬の部分も寒さ等の心配はございません。そしてですね、2階にもおトイレがついております。はい、こちら引き戸タイプの入り口からトイレがついております。トイレの方にも窓ガラスがあり、明るい空間となっております。実際に電気を消してみてもこのような形で明るい空間となっている気持ちのいいトイレとなっております。はい、主寝室に関してはこのエアコンなんですけれども、つけたばかりなんですけれども、お隣さんが置かれているということで、そのままもしよろしければ使ってもいいですというようなご了承をいただいております。こちらの主寝室に関しましては、まずアクセントクローズが見につくことなんですけれども、私としてはやはりですね、この窓ガラス2枚をお勧めしていまして、
例えば暑い日でエアコンを使う日でもないなということなのであれば、こちらの窓を開けていただくことによって風を取り込むことができます。建物全体が24時間換気システムというふうになっておりますので、窓を開けるとも換気することもできますが、自然の風を感じたいときには窓を開けるのもお勧めしています。でそしてですね、このままいくとウォークインクローゼットというふうになります。でウォークインクローゼット基本的にはステンパイプのところで収納することもできますし、こういった形で押し入れ感覚で使うこともできます。かなり奥深くありますので、こちらは収納がバッチリという空間となっております。はい、基本的にこの階段が入って右側の方に行きますと、南西側の方になるんですが、まあ、お子様のお部屋という空間になっているんですけれども、やっぱりいいなと思うのが、明るいお部屋で、お過ごしいただけるっていうことと、あと暖房がついているということと、窓がついている同じように開きます。でそしてですね、この部分なんですけれども、網戸もついておりまして、こういった形で窓を開けながら網戸をご使用いただける仕様になっております。若干ちょっと浅くか、画像上だと画角上ですね、ちょっとちっちゃく見えるかもしれないですけれども、かなり広さと奥行きありますので、まあ、お子様のお部屋のあるようなもの、例えば子供服だったりだとか、スキーウェアだったりだとか、季節のものだとか、そういったものは全部しまうこと